トラリキュー生活委員長の島田です。お願いします。本日は胃を強くする食べ物とはについてお話ししていきます。ここに、脾臓の脾って書いてるんですが、東洋医学的には五臓六腑で脾なんですね。ちょっとややこしい話なんですけど、東洋医学というのは五臓は肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓なんですね。この脾が五臓で胃が六腑の方なんですね。でもですね、現代医学の胃に当たるところは脾なんで、現代医学風に胃を説明するときにはですね、これでいいんですね。ちょっとややこしい話なんですが、いずれにしても一般の方は胃を強くする食べ物ということで、納得すればいいと思います。それで、この胃というのはですね、東洋医学では甘みと関係するんですね。甘みは胃腸を強化して、また逆に甘みの取りすぎは胃を荒らすということですね。また湿気とかあんまりこうくよくよ思ってると、胃にその悪いですよみたいなね、あんまりこうストレスとかで考え事してると食欲がないとかね、あと湿気が多い、梅雨とか夏にはその食欲が落ちるじゃないですか。ですので、湿気と胃とくよくよ考えるっていうのは胃にとって良くないんですね。それと甘みは胃を強化ですね。でも食べ過ぎると胃を悪くしますよみたいなね。食べ過ぎるっていうか、例えば白砂糖なんかは胃の甘いけど胃を悪くするっていうことなんですね。それで、胃を強くする食べ物ですね。要は甘いものですね。甘いもの、ご飯ね、ご飯も噛んでると甘くなってくるじゃないですか。ね、ここで言ってる甘みっていうのはその自然の甘みなんですね。白砂糖や、人工甘味料のような毒物の甘みじゃないですね。自然の甘み、味噌汁なんか、味噌汁も大豆でできててなんとなく甘いじゃないですか、ね。大豆の豆自体はその腎臓を強くするんですが、ここでは胃を強化ということですね。あとトウモロコシ、栗、ね、甘いですよね。蒸し野菜なんとなく甘いじゃないですか、ね。かぼちゃ、ごぼう、人参、大根、里芋、ね、このあたりが胃を強くするっていうことですね。あとね、もちろん、ご飯なんかはよく噛んで食べることで、胃にとって負担がないですよね。あとは飲み物なんかもね、ガバガバガバって飲むんじゃなくて、冷たいものですね。冷たい飲み物はガバガバガバって飲むんじゃなくて、口の中に含んである程度温めてから胃に送りなさいみたいなね、感じで東洋医学は言ってますね。その次、ここのね、ウキウキシートに、今日もですね、この五行ウキウキシートにのっとって喋ってるんですが、このね、理由はちょっとよくわかんないんですけど、感謝する自己肯定って書いてあるんですね。感謝する自己肯定ということで、書いてるわけですね。面白い内容なんで、実践する方はね、実践してみてください、この辺もね。本日は胃を強くする食べ物についてお話しました。以上です。